吉田さんこんにちはまあそうですねえー、今日も一日始まりますけどもまあ運が悪かったと例えば親ガチャって言葉があるらしいですけどもまあ親ガチャもあるし、うん、生まれた時代が悪かったという方もいますし、まあ、生まれた国が悪かったという方もいますなんだよこの国の政治は政権は自民党はという方もいると思いますまあ現段階の自民党に対して不満を持つということは今この国の統治 つまり日本という国に対して不満を持っているっていうことだと思いますけどもここでね一つ疑問があるんですよそれはですねじゃああなたはどの国に生まれたら運が悪かったと言わなくなるんだってことなんですよ日本には200と言われる国がありますけども中国が良かったですか北朝鮮が良かったですかウズベキスタンが良かったですかどうでしょうかイスラエルですかねそれともうんメキシコですかね どこが良かかったんですかね私は日本で結構運が良かったと思うんですけどね。あとね生まれた時代が悪かったこのはデフレの世の中に行っていますけどもじゃあどの時代だったら良かったんでしょうか。江戸時時代代でですかかね石器時代でしょうかもしかしたら体力に自慢がある方は石器時代が良かったのかもしれません。安土,安土桃山時代みたいな、まあ、一部の豪族が権力を持って。 富を映画して、ほとんどの国民は死んでも気にされない奴隷状態みたいな国が良かったのか、そんな時代が良かったのかなとかね、いろいろ思っちゃいますよね。どの国の、どの時代を設定して、いや、運が悪かった。こんな日本に生まれなければ、こんな時代に生まれなければ、っていう風に思ってたのかなってことなんですよ。うん、不思議ですよね。それからまあ、親ガチャっていう言葉も最近あるらしいですけども、まあ、ついにね、自分が何をやってもダメなのは、親のせいになってしまったということでございます。 ちょっと前はね、お父さんお母さん、本当に幸せでした。みたいな感じで、わずか19歳から22、3歳の青年飛行士。まあ、少年もいたかもしれませんけども、特攻隊員として、ランから飛び立っていきました。一応にしてですね、先に死んでしまうこと申し訳ありません。安国で会いましょう。そして、短い人生、本当に愛情をありがとうございました。 何も恩返しができなくてすいませんでしたみたいなことをね語っているそこにはもう感謝しかないんですよね当時のエリート中のエリートが飛行訓練生として着任してそして特攻隊員になれるのはたった一部だったと聞いていますもちろん戦争末期になってくると誰でもいいから突っ込めみたいな状態になったんですけども最初はね優秀なパイロットしかそれも額もあってですね文武両道のパイロットしか特攻隊員に志願できなかったらしいんですよそういった 日本最先端の頭脳で書いた遺書が、お母さんありがとう。お父さんありがとう。この国の次を頼みます。みたいな感じでね。こんな国に生まれなければよかった。みたいなこと書いてないんですよね。もちろん検閲がありますから、本心はもしかしたら違ったのかもしれませんけども、ただやっぱりね、書かされたにしても、あそこまでの高いレベルでの遺書は書けませんよ、なかなか。75年経っても人々の心に、 胸に突き刺さるベベスストトセセララーー中のベストセラーだったんじゃないですかなぜあれがね名言集に乗らないのかってことを私はね不思議に思いますんで特攻隊員の名言集これちょっとねまとめてみようかと思いますけどもまあそれはさておいてねじゃあどの時代のどの国のどのお父さんお母さんだったらあなたは、まあ、運が悪かったって言わなかったんだって話なんですよ。そんな人はいませんよそこまで揃ったやつは。ね。 イエス・スキリストの息子に生まれたたかかったですかそれとも誰ですかね天皇陛下の息子ですか誰ですか誰なんでしょうね結局は運よく生まれてもそれを使いこなせなければそもそも運に気づかなければそれは運がなかったということになるんですよいってらっしゃい。